いや、僕ね、普段から彼女のことばっかり考えてて、でも何もしてあげられてなかったんで、あの日はすっごく張り切ってたんですよ。いつも通りのアリモニン、どこかおかしい話、隣で寝てる、君が目覚める前に外で僕は準備、レストランバー予約してる、このデートに秘密を隠して、あめたのね、誰しない君が電話で欲しがってた指輪を、幸せで遅刻なんて笑えないから、君が家を出るとこ見てるよ、コンビニ寄るの見てるよ、今日は声をかけるから顔を見るなり逃げるなよ Now。 おはよう。一人で起きれた？昨日も帰り遅かったでしょ。服散らかしっぱなしだったもん。ん？どうした？大丈夫、怖くないよ。